静岡大会決勝戦を行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。現在年間ランキング4位、藤野ゆかりプロ。対しますは現在年間ランキング1位、大城あかりプロ。それでは2スローの後に決勝戦を行います。5レック中3レック先取りとなります。それではパーフェクト女子静岡大会決勝戦スタートです。
いな。
winner.
大城あかりプロです。おめでとうございます。本日この後の優勝インタビュー、大城プロへの優勝インタビューは生放送で行いますので、皆様そちらの方をご覧ください。引き続き、はい、それでは、パークトツアー第4戦静岡大会女子優勝、大城あかりプロ、ありがとうございます。ありがとうございます。2連勝ということですけれども、はい、まずは、今のお気持ちをお聞かせください。いや、久しぶりに2連勝できて、うん、すごく嬉しいです。もうそれが多分、まあ、一番率直な気持ちですもうでも今日本当ずっと見てたけど、本当に今日はいい感じだったと思う。ただ10ダブ以外は10ダブだけ全然入んなかったね。入らなかったです。あと全部入って全部入ってたのに、本当におっしゃる通りです。沖縄に帰って10ダブめっちゃ練習しました、はい、でも本当大内プロの準決勝もいい試合だったし、はい、まあ、あれもでも10ダブ入れてたら終わってたけど、あの後でも大内プロが しっかり逆転して、はい、嫌な気持ちでさ、5レッグ目になって、はい、それでコウ君も負けちゃったのに、そうですね、あの時はどういう気持ちだったんですか。もう正直クリケットの前半戦まではこれもうやられたかなってちょっと思ってたんですけど、でも最近の自分の調子を信じてずっと投げ続けてたら、後半にチャンスが回ってきて、そのチャンスももう本当に7とか9とかのチャンスになるんですけど、でもそのチャンスも最近の自分の調子だったら入ってくれるんじゃないかって気持ちで投げたら入ってくれたので、もうそれが今日の本当に私の中での今日の一番のポイントだと思います。なるほど、はい、あそこがね、本当にそう思いました、ね。まあ、決勝は本当に素晴らしいライト、藤野プロもしっかり入れたんだけど、はい、やっぱまあそれ以上に藤野プロが入れてしっかり寄り切ったという感じでしたけれども、はい、まあ男子の決勝これ始まるので、もう一つだけ聞きたいことが、ね、はい、聞きたいことがあるんですけれども、はい、やっぱりまあ開幕戦でお昼のインタビューの時に、やっぱりこう2連勝でやっぱりこう去年ランキング1位になって、はい、それで今年やっぱり1位でやっぱり迎えるシーズンというのは、やっぱりその心構えだったりとか、やっぱり 2連勝する 2年連続ランキング1位になる難しさがあると思いますっていうのを言ってたんですけど、はい、まあ、それで決勝がやっぱり武田に負けちゃって、ね、武田プロに負けて準優勝だから、はい、そういういろんな複雑な気持ちがこうあって準優勝だったんだけど、うん、ちゃんと東京大会、うん、静岡優勝ってきた、こうなんかそこら辺 この気持ちのなんていうかこう切り替え方とか、開幕、何が言いたいかというと、開幕戦で、準優勝でこうなんかこうちょっと嫌なもやもやした気持ちで東京大会行ったはずなんだけど、はい、それをしっかり勝ち切って今日も2連勝っていうのはなんか気持ちの変化があったんですか。でもやっぱりもう一つだけですね。私はもう負けず嫌いなのでそうだったの、知らなかった。やっぱ開幕戦負けたことによってたくさんやっぱその開幕戦での反省点のナンバーをすごく練習しました、うん、やっぱり覚えてるので、自分の中の嫌なイメージみたいなナンバーは覚えてるので、しっかり、はい、そこを修正してちゃんとこう、東京大会に行かせて、ね、素晴らしいですね。それで東京優勝できたので、はい、では最後に今日もう本当にみんなすごく応援してくれてたんですけど、一生懸命書き込んでくれて一生懸命応援してくれてまんで、スパしたんで、ファンの方に一言最後お礼を。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。もうすいません、男子の試合が始まってるので、男子の素晴らしい試合を見てくださって、次節は女子の仙台大会が、はい、4月の1日にあるので、その試合もぜひ見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。ツアー大会2連勝を飾りました大城あかりプロでした。ありがとうございます。ありがとうございます。10ダブ練習してください。はい、それでは頑張りますそれでは引き続き、男子の決勝戦をご覧ください、はい。